腰が痛い時のストレッチを行っていきます。まずお尻を片方ずつゴシゴシゴシとしてみてください。反対と腰が痛いと方もお尻の方が凝っているはずなので、こうやってやった時に痛い方あるいは痛い箇所を見つけて 2,3 分ゴシ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 とテレビ見ながらでいいのでほぐしてください。どうですかね、痛いとこありましたか？はい、ではこれはね、気持ちいいだけやっていただいたら仰向けになりますね。でね、片方の膝を抱えて反対の足を伸ばしていきます。息を吸って吐きながら胸の方にふーっと寄せていきましょう。この足の付け根をしっかりと伸ばして、はい、緩めてもう一度。足を変えますよ。息を吸って吐きます。まっすぐ引いてきた時に腰の方が引っ張られたりとか痛みがあるかどうか感じます。あるいは反対の足がこう引っ張ってこられないようにしっかり伸ばしておいてください。はい、そしたらその足はあぐらを組むような感じですね。今このお尻のとこ伸ばしてます。この足を少し左の方に持っていくとこの辺りが伸びてきますね。そのまま左の足にかけます。膝の裏を持って引っ張っていきましょう。ここが多分痛いと思います。はい、変えますよ。あぐらを組むようにして引っ張っていきますね。こうやってね、で足にかけますよ。お尻の奥の方がねすごい気持ちがいいので、はいです。では一回膝を伸ばしたり曲げたりします。トン、ブラブラブラ。では膝持って大きく回してみてください。反対に、はい、下ろします。そしたらね、足は少し開いてくださいね。はい、そしたらね、お尻をずっとね上げてきます。背骨をねぐっと上に持っていくような感じ。腰がねちょっと痛いかもしれませんけど、足の裏でゆっくり床をしっかり押してみてください。ここも伸びるし腰が上にぐっと入っていく感じ。はい、ゆっくり下ろしてお膝を抱えてゴロゴロします。はい、伸びましょう。でね、お腹をね触ってってください。で、右の腰が痛い時は案外右のねお腹が硬かったりするので、硬いとこがあるかどうかを触ってね、もしあったらこうしっかりさすってあげたり温めてあげてゆっくり呼吸をします。こんな感じでね、腰周り、お尻周りをね、ほぐして、寝る前にほぐしておくと、朝起きた時に痛みが少し楽になると思います。やってみてください。